エラギウスの心の中だよ、マヌケ。おや、こいつは初体験かね。上妙のものは好奇心で身を滅ぼすな。どうしても知りたいなら教えてやる。エラギウスだ。教皇と呼ばれていたか。タムリエルの皇帝だったのは400年ほど前の話か。おそらくお前もペラギウスの宣告のことは知っているな。地のとこで、あ、思い出したぞ。奴は禁止したのだ。地を、そうだ、地が違法になったのだ。本当か。ふんふん、早く教えてくれ。消化か、長官か。あ、待て、分かったぞ。アルゴニアンの愛人の背中に書かれた脅迫文か。あれはいいな。どうだ、上妙の者よ。早く言ってくれ。私の時間は無限じゃないんだぞ。本当は無限だ。ちょっとしたジョークだな。冗談はさておき、早く教えてくれ。本当か？誰がそんなことを。待て！言うな。当ててやろう。モラグか？いや、リトルティムか？ガング屋の息子の。ライサンダス王の亡霊か？あるいは、そうだ！スタンリーだな！あのパスボールから来た、喋るグレープフルーツだよ！どう考えてもそんなはずはないか。だろ？はっ！どうでもいい。正直知りたいとも思わんよ。お楽しみをぶち壊すこともない。だが、もっと大事なことは、ちっぽけちんけな使い捨ての小さき者が本当に私を説得できるかだな。そんなのは馬鹿げている。誰が相手か分かっているのか。大当たり。いや、半分は間違いだ。私はマッドゴッドだ。実際にもマッドゴッドだ。世襲ごと私から私へと数千年ごとに受け継がれるのだ。そういうわけだから、私のことをアンマリーと呼んでもいいぞ。だが、生きたまま皮を剥がれたお前の腹渡で、イカれる同胞に縄跳びをしてもらうのが大好きならの話だ。そうでないなら、私を狂乱のデイドラの王子、シェオゴラス様と呼ぶのだ。お会いできて光栄だね。さて、それとは難しい問題だな。そうだろう。正直なところ、頭が変になったデイドラにどれほど休息が必要なのだ。だからこうしよう。私は去る。そうだ、もういい。休日は、もう終わった。退屈な日常に戻ろう。というわけで、一つだけ条件がある。まず、お前が出口を見つけてくれ。頑張れよ。はぁ、上妙の者が引っ掛けに気づく瞬間は全くたまらんな。そうじゃなきゃ面白くない。周りを見る気になったか？あえて言うが、ここはソリチュードの植物園ではない。お前はここがどこかわかるか？本当はどこにいるかわかるか？偽りの緑が茂った皇帝ペラギウス三世の心へようこそ。そうだ、お前は死者の心の中にいるのだ。狂乱の中で人を殺めた王の心さ。考えていることはわかるぞ。剣と呪文と隠密とその他のくだらないこと全部を使えばこの難局を乗り切れるのかとな。そうだろう。あるいはババジャック。どうだどうだ、こいつは予測不能だったよな。